グロスクリニックはアメリカ合衆国の画家トマス・エイキンズが1875年に描いた油絵である。19世紀後半にペンシルベニア州フィラデルフィアにあるジェファーソンメディカルカレッジで行われた臨床外科手術の様子を克明に描写している。この絵は100年以上ジェファーソンメディカルカレッジに所蔵されていた。2006年に 市外の美術館に売却する話が持ち上がった時には貴重な文化遺産としてフィラデルフィアに残そうとする市民運動が起こり市内の美術館に売却されることになった当時70歳の外科医サミエル D ・グロスが学生に臨床講義している様子が描写されている講義室で入り口の手すりの右に座っている男はエイキンズ自身の肖像であるグロスの右肩の奥には 女子のフランクリン・ウエストが手術の記録をつける様子が描かれている。エイキンズの署名は絵の一部として手術台の側面に埋め込まれている。本作品は徹底した写実主義が評価される。また、それまで切断に重点が置かれていた手術が治癒目的へと変化しつつあることを商用すると同時に19世紀の手術風景がどのようなものであったかを現代に伝えており、 医学史の記録という点でも重要な意味を持つ。14年後の作品、アグニュークリーニック。本作品は解剖学を学んでいたエイキンズが実際に見た手術を元に描かれた。この手術はグロスが若い男性の大腿骨骨髄炎を治すために行ったものである。グロスはそれまで主流であった切断に代わり、保全を目的とする手術を行っている。黒いフロックコートを着た。 執刀医が麻酔をかけられた患者を取り囲んでいる様子は衛生的な手術環境が整う前の手術風景を今に伝える。そのような点において本作品はエイキンズの1889年の作品アグニュークリニックと対照的である。校舎に描かれた手術現場はより清潔で明るく、両作品を見比べることで感染予防に対する理解の進歩を見て取ることができる。 患者の性別を明確に知る手がかりはこの絵画そのものにない。すなわち、見る者は裸体を目の前にしながら、それが男であるか女であるかはっきり知ることができない。この点で本作品は得意である。また、絵の中にいる唯一の女性が苦痛ですくみ上がっており、見る人の興味をかき立てる。伝統的に彼女は患者の母親と解釈されている。 その動的な描かれ方は患者を取り囲む男性医師らの冷静で仕事に徹する態度と対照的である。外科手術の光景を血なまぐさくストレートに表現した本作品は公開当時は非常にこの絵画は1876年のフィラデルフィア万国博覧会への出品を断られた。後に公開された時ニューヨークトリビュームは 今世紀世界中で描かれた絵の中で最も力強く恐怖心をかき立てながらも魅了してやまない作品の一つである。しかし、この作品を称賛すればするほど神経がかぼそい人々にやおうなくこの絵を見せつけるような展示室に置くことを非難せざるを得なくなる。この絵を見ないことは不可能であるからだ。と評価した。議論の中心はこの作品が持つ 暴力性と女性のメロドラマのような存在であった。マイケル・フリードは、虚性不安と肉体への支配幻想から本作品を読み解くできると考えている。また、ジェニファー・ドイルは、エイキンズが性差を表現することに相反する感情を抱いていたことを物語った作品であると唱えた。2002年ニューヨーク・タイムズの美術評論担当者は、本作品を 間違いなく19世紀アメリカ絵画の最高傑作と評した。2006年この絵が売りに出されると報じられた時には、同志は様々な論評を交えたクロースリーディングを掲載した。1878年にグロス教授の元生徒らがこの絵を200ドルで買い、母校ジェファーソンメディカルカレッジに寄贈した。それから約100年もの間、この絵は、 フィラデルフィアにあるトーマス・ジェファーソン大学内の同カレッジに飾られ、1980年代半ばにジェファーソン同窓会館に移された。2006年11月11日、トーマス・ジェファーソン大学理事会は6800万ドルで、この絵をワシントン DC のナショナルギャラリーとアーカンソー州のクリスタルブリッジズ米国美術館に売却することを投票で決めた。 第二次世界大戦前にアメリカ合衆国で描かれた絵画に対する売却価格としては記録的なものになるはずであった。2006年11月下旬、この絵をフィラデルフィアに留め置こうとする活動が始まり、12月26日の期限をもって購入資金を集め、市の歴史保全条例の歴史的物件に関する条項を行使する計画も持ち上がった。 ほんの数週間で3000万ドルが基金に集まり、2006年12月21日にワコビア銀行が残りの資金が集まるまで差額分を貸し付けることに合意した。これにより、本画は、フィラデルフィー、ありがとうございます。